今のうちです。エルマイエン公の野望は断たれた。もう我々に戦う理由はない。兵を引いてもらおう。ご自慢のレムナントで我らをなぎ払えば、アスラムの発言力も増すだろうに。せっかく始まった戦だ。楽しんでいこうではないか。こんな茶番をまだ続ける気か。無駄だ。俺たちの言葉は通じない。あいつはあいつのルールで動いている。あと一歩というところか。ロエアス、カスタネア、仕上げてやれ。はっ。うわっ。でも俺は、お兄ちゃん、俺は負けるわけにはいかないんだ。そうだ、お前の真実、お前の使命を思い出す。
ジャルの力。それから半年が過ぎた。共和会議審議長ゴール公は前議長ウィルフレッド・エルマイエン公の死を名誉の戦死として処理、一連の事件を覇王を名乗る者が起こしたものとし、覇王軍壊滅による戦の終結をもって解決に至ったと発表した。しかし戦が人々に残した傷跡は思ったよりも大きかった。世界各地で暴動が起き、その対応に業を煮やした諸侯が一つの提案を出した。レムナントによる暴動の鎮圧。人々を守るはずのレムナントが人々を殺す道具として使われようとしていた。だがゴール公は決してそれを許さなかった。民衆の声は新たな共和会議への期待である。これに応えるのが我らの使命ではないのかと。ゴール公の必死の説得のおかげで流れは少しずつだが変わっていった。新たなレムナントを発見し、人々の生活を支えることができるよう提案がなされた。共和会議はその提案をもって人々の説得に当たった。やがて人心は動き、暴動は沈静化していった。また新たな時代がやってくる。戦とは無縁の時代が。誰もがそう思い始めていた。